茨城県立築園高等学校は、茨城県筑波市築園3丁目にある県立高等学校。通称は、竹高。高地は、筑波エクスプレス、筑波駅から東に、徒歩約15分の、県道24号土浦学園線沿いに位置する。1979年に、新張郡桜村大技花出寺部生、葉山1218番地に建設された。 筑波研究学園都市地区内の高等学校としては、明慶学園とともに最初に設立。開校時には1年生6学級、2.3年生は、編入生のみ各1学級からスタート。開校当時、単位制を取り入れた、県立初の高校となる。次年度の入学生から国際化が設置されるまでは、普通科8学級、その後長らくは、 全学年普通科6学級、国際科2学級の全8学級であったが、2008年度入試から普通科と国際科を一括で募集し、入学後の適正に応じて2年次に振り分けることが発表され、現在は1学年は普通、国際科8学級、2、3学年は普通科6学級、国際科2学級の全8学級である。普通科はスタンダードコース、 国際化はアカデミックコースと呼ばれることもある。学園都市中心部に位置し、周辺には物質、材料研究機構、筑波国際会議場などの施設がある。2003年より、文部科学省のスーパーサイエンスハイスクールに指定、県教委のイングリッュシ社ワープログラム指定を受け、英語教育やノーベル賞受賞者などを招いての講演、土曜講座などの教育活動が行われている。 ありがとうございます。